お、想像よりもはるかにすげえな。俺はヒロシ。そこそこ大きいウェブ広告の企業に勤めていた俺は、ある日突然 Google 社からオファーが来た。というのも、英語で電話対応していた相手が Google 関係の人だったらしく、オファーを受けた時はそれはもう驚きだった。 Google 社は世界で一番最高の会社と言われている。実際働くことになったのはアメリカだった。俺は最初六本木に構えているオフィスで働くのかなーなんて思っていたけど、こうして働くことになった俺だが、働いてみて分かったことがたくさんある。世界で最も最高の会社と言われている。その理由もね。ヒロヒロ探偵団。これ全部無料なんですか？ああもちろんさ、その日の気分で食べたいものを好きなだけ食べられるんだ。最高だろ。こんなの絶対太りますよなら運動したらいいさ。まず俺が Google 社で働いて驚いたのは食事だ。前働いていた会社にも食堂はあったけど、こんな高級ビュッフェみたいな食堂なんかじゃなかった。ステーキ、ハンバーグ、ラーメン、寿司なんかもある。デザートも完備されていて、これが全部無料なんて、なんというかVIPになったような気分だ。あー美味しい、幸せすぎる来週はスペインフェアらしいぞ。フェア？食堂で？しかもフェアも定期的に行われているらしく、社員の食費やキッチンスタッフに毎年数百万ドルを費やしてるって噂だ。なあ、今日の分の重要な仕事が終わったから、ちょっと息抜きしようか。こっちに来てくれよ。え、だって仕事が終わる時間ってまだあと1時間半ありますけど。日本の常識が世界の常識だと思うなんて頭が固いな。俺は上司に言われるままついていく。するとそこにはボーリング場？もしかしてボーリング苦手？なら一緒にジムでトレーニングでもいいけど。いや全然。よく見るとアメリカ人とはいえ、上司の体は服の上からでも分かるほどのマッチョ。仕事が終わってから毎日ジム通いでもしているのかと思ったら、どうやら違うらしい。マウンテンビューのこの会社、通称キャンパスでは、ジムやボーリング場、さらにはバレーボールコートにクライミングウォールまである。仕事する場所なのにどうしてこんな施設が？だって仕事ばっかりしてたら病気になりそうじゃないか。心身ともに健康、なおかつ仕事の効率を上げるためにも体を動かすことは重要って考えられているからさ。日本もそういう考えだったらいいのにって思うけど、100年は無理そうだな。君もジム通ってみたら？まずはマッサージからの方がいいかな。マッサージまでできるんですか？ああそうだよ。みんなおやつを食べながら仕事するから、入社すると太る人が多くてね。君もその口だろう。はい、おっしゃる通りです。飲み物もおやつも無料なら食べるよな。でもストレス発散にもなるし、無料なら体を動かす方がいいだろう。よかったらさ、ジム一緒に来てください。あ、もちろんだとも。おお、かわいい。ああマックス、今日も楽しく遊べたかい？もしかして犬連れてきてるんですか？ああそうだよ、3匹ね。じゃあこのドッグパークにいるワンちゃんたちって？そうさ、みんな社員たちのワンちゃん、かわいいよな。できることならずっと見ていたいくらいだよじゃあ俺も犬飼おうかな。いいじゃないか、ゴールデンレトリバーなんてどうだい？お利口さんだぞ。確かにいいかもしれないですね。一人でアメリカに来たものだから、正直こんなに見た目も中身も最高の会社に勤めていながらも、帰宅後寂しさを感じていた。でも不在の間かわいそうだと思い、家族を増やすことをためらっていたんだ。実際 Google 社に勤めることになって、推定年収は軽く1000万は超える。もし犬が何か病気になっても治療費に困ることもないだろうしね。なんか人が変わってる。この間までいた人がいなくなってて、今日はその席に知らない人が座ってる。辞めちゃったのか。俺は入社してからたびたび不思議に思うことがあった。それは人の入れ替わりだ。昨日までいた人が急にいなくなったり、昨日まで空いていたデスクに今日突然知らない人が慣れた素振りでそこにいる。何？どうしたの？あそここの間パトリックさんが座ってましたよね。ああパトリックか。彼はプログラミング部門に移動したんだよ。移動ですか？突然移動させられるなんて聞いてませんでしたけど。移動させられることはまあ可能性としてなくはないけど、彼の希望だからね。え、まさかの希望性ですか？この会社の中の部署を希望すれば簡単に移動することができるんだよ。そうだったんですか。あれ、入社時に説明されなかった？すいません、あまりにも綺麗すぎる会社に圧倒されて聞いてなかったかもしれませんチームやプロジェクトの参加も希望すれば入れてもらえることも多いから、やりたいと思ったら気軽に行ってみるといいよ。君自身のスキルアップにもなるしね。
また最近毎日来てるわね。どう？この会社には慣れた？ええ、おやつ食べながら仕事してたら太っちゃって、半年ですけどまだまだですね。でもすごく居心地が良くて。そうよね、ほんと他の会社に転職なんて考えられないわ。本当にこれが当たり前になるのが怖いくらいです。ねえ、どう？よかったらこれから食事でも。いいんですか？でも彼氏さんはとても綺麗だから近いうちできるかもしれないわよ。それって俺はこの会社に転職して本当に良かったと思っている。英語ができない同じ日本人のエンジニアも入社してきたけど、英語を一生懸命勉強していた。それだけこの会社はやる気をかきたてられるのだろう。で、日本にはスタカレーって食べ物があって。何それ、カレーと何が違うの？きっとこれからもこの会社で働いていくんだと思う。俺の人生は成功しているんだと思う。恋愛の面も進展がありそうだしね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。 ヒロ探偵団。